やあみんな、林修に対して一言お願いします。あ、後ろ嫌いおじさんですね。彼がよく浪人は無駄だ、その一年を有効活用すべきだ、などと言ってますけど、彼が東大で留年した一年は、無駄じゃないんですか？競馬に没頭してお金を溶かしてた時間は、無駄じゃないんですか？人生なんて無駄と思われる回り道を繰り返してこそですし、何かしらに向かって努力できてたら、それでいいと思います。物事を成就させるには、何年も時間がかかりますし、浪人せずに得た一年があったからといって、何も変わらない可能性だってありますよ。いうか、彼は浪人が無駄という理論に出生率とかいうものを根拠づけてますけど、この考えは理解できないし、彼はそもそもその手の専門家ではないですよね。はたから見たら国語教師が専門外の話に専門家だと思い込んで首突っ込んできてるのと変わらないですよね。